衝撃的なダウン、失神 KO は見る人に戦慄を与えますよね。今回はこれまでの格闘技の試合で思わずゾッとした KO を紹介します。アリスター・オーフレイム VS フランシス・ガヌー。まずは2022年1月23日 UFC で行われたヘビー級マッチ、ヘビー級1位アリスター・オーフレイムとヘビー級4位フランシス・ガヌーとの対戦です。アリスターはプライドへの参戦や K-1 優勝などで日本の格闘技ファンにも馴染みが深い選手。 K-1 では史上初めて現役の総合格闘家としてトーナメントを制しました。また総合格闘技ではアメリカのストライクフォースで初代ヘビー級王座につき、日本のドリームでもヘビー級暫定王座を獲得したことがあります。対するガヌーは2013年にデビューして、キャリアはまだ11戦ながら10勝1敗。デビュー2戦目に判定で敗れた以外は全試合2ラウンド以内に相手を倒していました。試合が始まると互いに様子を見る両者、そして大振りのアリスターに対し細かく左ジャブを当てるガヌー。アリスターはガヌーのスピードに少しついていけていない様子です。するとアリスターがかがみ込む体勢から左のフックを放った次の瞬間、右のガードがガラ空きになっていたところにガヌーの狙いすました左アッパーがアリスターの顎に炸裂。脳を揺さぶられたアリスターは失神、マットに仰向けに倒れ、すかさず追撃を繰り出そうとしたガヌーでしたが、レフェリーがすぐに試合をストップし、試合は終了します。鮮やかな102秒 KO。 この一撃はガヌーを一躍有名にしました。朝倉未来 VS クレベル小池。続いては2021年6月23日に行われたライジン28での試合、朝倉未来とクレベル小池との対戦。ミクル選手は2020年11月、ライジン25で斉藤優選手と対戦し、惜しくも負け、ライジンフェザー級のベルトを逃していました。その後、同年の大晦日で、ヤマスドミネーターサトシと対戦し、KO 勝利を飾り、復活し、この試合を迎えます。一方のクレベルは、盆栽柔術で技を磨き上げた格闘家で、元 KSW フェザー級王者、元レベル FC フェザー級王者のタイトルを持つ強敵。ライジン25では柔術デモンストレーションに出場し、護身術や柔術を披露。その後ライジン26、ライジン27に出場するとフロントチョークに三角締めと、いずれも締め技で勝利していました。試合が始まるとサウスポーのミクル選手はリング中央に立ち、クレベルにプレッシャーをかけていく展開に。そしてクレベルに左ストレートを放ちます。これに対し右ロー左ローと当てていくクレベル。そこから逆に前へ出たクレベルはミクル選手に組みつき、引き込んでグラウンドへ持ち込みます。しかし立ち上がるミクル選手、そして立ち上がる際にクレベル選手にアッパーミドルを打ち込みます。その後右インローを当て、前に出てミクル選手に組みつくクレベル。そこからミクル選手をリフトしたクレベルはミクル選手が立ち上がると再び引き込みを仕掛けます。しかしここも立ち上がって体を離すミクル選手、クレベルはなかなかミクル選手を捉えられません。続けてクレベルは右ローを変わらず打ち込むのに対して、ミクル選手は左ボディフック。両者ラウンドの最後は打ち合いを見せます。2ラウンド目、ミクル選手はこのラウンドも前に出て、クレベルにプレッシャーをかけます。それに対して変わらずインロー、前蹴りを放つクレベル。すると、ミクル選手に組みつきコーナーに押し込み、肘打ちの連打。ミクル選手の顔面が腫れ上がります。その後クレベルが組みつき、それをミクル選手が押し倒す展開に。そのままコーナーに引き込むクレベル選手、クレベルが得意の形です。するとそこから一気にミクル選手を引き込んで三角締めが決まります。なんとか首を抜こうと試みるミクル選手、しかしだんだんと動きが止まっていきます。そしてついに落ちてしまったミクル選手、レフェリーが止め試合終了。試合終了後ミクル選手はビクッとさせ意識を取り戻していました。最後まで意地でもタップしないミクル選手の根性が感じれた試合でしたね。アドニス・スティーブンソン VS ヘスス・ゴンザレス。続いてはアドニス・スティーブンソン VS ヘスス・ゴンザレスの一戦です。この試合はスーパーミドル級で行われましたが、アドニスは後にライトヘビー級に転向し世界チャンピオンになった選手です。対するヘスス・ゴンザレスはアマチュアで活躍していた選手。衝撃の瞬間は初回から訪れます。ゴングが鳴るとボディジャブを放ちながら間合いを取る両者。すると次第にアドニスが飛び込んでの左ストレートを狙う場面が増える展開に。最初はクリーンヒットこそなかったものの、1分半ついにヘススの頭を貫きます。うまくステップし体重が乗った左腕がベストな位置でヘススのテンプルに炸裂。これで一撃で失神したヘススはなんと両腕両足をピンと硬直させ痙攣します。
レフェリーは途中で数えるのをやめ試合をストップ。ここまで両腕両足を伸ばしながらの痙攣はあまり見れないでしょう。アルツール・アブラハム VS コーレン・ゲボル。続いてはダウンの瞬間が衝撃的だったアルツール・アブラハム VS コーレン・ゲボルの試合を紹介。アブラハムは IBF 世界ミドル級チャンピオン、後にスーパーミドルを合わせた2階級制覇チャンピオンになった選手です。一方ゲボルはヨーロッパチャンピオン。この試合は IBF ミドル級のベルトをかけたタイトルマッチでした。試合が始まると1ラウンドからゲボルが攻め、アブラハムをコーナーに詰めます。2ラウンド以降も終始ゲボル優勢の展開に。しかし徐々にアブラハムが攻勢になる場面が増え、ゲボルに少しずつ疲れが見えてきます。そして11ラウンド、ついにその場面が訪れることに。開始早々インファイトでプレッシャーをかけていくゲボル。対するアブラハムが打ち返し打ち合いになると、ゲボルのアッパーにアブラハムの左のショートがカウンターでヒット。するとその瞬間、ゲボルは全身の体の力が一気に抜けたように脱力します。そして膝を曲げ座ったまま失神。その様子を見たレフェリーはすぐに TKO を宣告し、試合が終了します。ゲボルは天井を見上げたまましばらく起き上がれませんでした。マイケル・ペイジ VS エヴァンゲリスタ・サイボーグ。続いてはベラトール158にて行われたマイケル・ペイジ VS エヴァンゲリスタ・サイボーグの一戦。10戦10勝 6KO という凄まじい戦績を持った28歳の実力者ペイジと38歳ベテランのエヴァンゲリスタの対戦です。衝撃の瞬間は2ラウンド4分31秒に訪れます。エヴァンゲリスタの右ストレートに合わせたペイジの右飛び膝蹴りのカウンターが迎え撃つ形でエヴァンゲリスタの額に直撃。すぐに頭を抱え倒れ込みもがき苦しむエヴァンゲリスタ。その様子を見たレフェリーはすぐに試合を止めます。エヴァンゲリスタはこれにより額を大きく陥没骨折し、緊急手術を余儀なくされました。額は大きくへこみ、複雑に頭蓋骨が割れる大怪我です。当初あと10回は試合したいと語っていたエヴァンゲリスタでしたが、残りの人生に大きな影響を与えてしまうような後遺症を負うリスクをこれ以上犯すことは良くないし、家族のことを無視することはできないと現役引退を決めています。まだ動画の途中ですが、この動画を見て面白いと思った方は忘れないうちにチャンネル登録、グッドボタンお願いします。木村フィリップ・ミノル VS エダーロープス。続いては2020年3月22日 K1 クレスタ3のトーナメント2回戦、木村フィリップ・ミノル VS エダーロープスの衝撃的な KO を紹介します。K1 の元スーパーウェルター級王者の木村フィリップ・ミノル。戦績は36勝10敗1分け 29KO と KO 率がとても高い選手です。木村は類稀な肉体と強烈なパンチでこれまで衝撃的な KO を量産してきました。対するロープスは ISKA 欧州スーパーウェルター級王者、 WKA 世界72キロ王者を獲得している強敵。高い身体能力と伸びのある攻撃が持ち味の選手です。試合が始まると長い足から繰り出す多彩な鋭い蹴りを放つロープス。それに対して左ジャブを軽くつつく木村。するとそこから探りを入れることなく木村の猛攻撃が始まります。振り回し気味の左右のフックで吹き飛ばす木村。真っ向勝負の打ち合いでも冷静な木村はロープスのパンチやミドルをかわし見極めます。そしてボディへ強烈な一撃を叩き込み右ストレート。さらに踏み込んで渾身の右ストレートを放つと、見事にロープスの顎に直撃。ロープスは立ったままの状態で失神。そのまま後ろに倒れ込み、木村選手の KO 勝利となりました。しかし最近木村はドーピングをやっていたことが判明したため、 K1 時代から使用していたのではないかと疑われています。そのためこの試合もステロイドの力なのかもしれませんね。エメリア・エンコ・ヒョードル VS ティム・ジョンソン。続いては2021年10月24日のベラトール269で行われた試合。2年ぶりの復帰戦にして母国でのラストマッチに臨む元プライドヘビー級王者のエメリア・エンコ・ヒョードルと現ベラトールヘビー級ランキング6位のティム・ジョンソンとの対戦です。身長183センチのヒョードルに対し、ジョンソンは191センチで8センチ大きく、体重は前日の時点で14キロ差。リーチではヒョードルが193センチに対し198センチでわずか5センチ長いジョンソン。試合が始まると序盤からアグレッシブなヒョードル。いなすように左ローを軽く打つジョンソン。仕切り直しから右ストレートを喉元に打つヒョードルはそのまま詰めると左から大きな右。かわすジョンソンは左で刺して組むと右アッパーをダーティーボクシングで打ち込みます。それを右フックで剥がすヒョードル。そしてヒョードルは左のダブルで前に出ます。
それを右アッパーで迎え撃とうと狙うジョンソン。今度はジョンソンから左で入り、右フックを狙う展開に。ヒョードルは右にぐるっと回り込んでかわし、大きな左アッパーを放ちますが空振り。詰めるジョンソンは右を振りますが、そこにカウンターの右を当てたヒョードルは、左から右の高速ラッシュ。その2連打をもらったジョンソンは、後方に倒れてダウン。ヒョードルは勝利を確信したか、ゆっくり歩み寄ろうとしますが、失神状態のジョンソンを見て、すぐにレフェリーが間に入り、試合が終了しました。1ラウンド1分46秒、最後の右フックによる KO 撃に場内は総立ち。45歳でこの強さは、さすがヒョードルとしか言いようがありません。レイ・マーサー VS ジェフ・ベゲス。続いては、レイ・マーサー VS ジェフ・ベゲスの一戦を紹介します。レイ・マーサーは、元世界ヘビー級チャンピオン。元 WBO 世界ヘビー級王者トミー・モリソンを KO したシーンが有名です。衝撃のシーンは2ラウンド終盤。レイ・マーサーが間合いを詰め、ジャブを放っていき、右ストレートをヒットさせます。すると、時間差で足に来たジェフに、追撃の右フックをお見舞いすると、ロープに寄りかかったままダウン。無防備なところにさらに強烈な右を追撃すると、ジェフは失神しながら、なんとリングの外へ。レフェリーが急いで止めようとしますが、間に合わず、追撃の右で完全に失神してしまいました。意識のないところにヘビー級のパンチはかなりのダメージに違いありません。非常に危険な KO シーンでした。イズ VS カハノフ。続いては、イズ VS カハノフの閲覧注意の衝撃的な KO を紹介します。この試合は、トップドッグというロシアの格闘技団体で行われました。トップドッグの特徴は素手で殴り合う格闘技というなんとも危険なルール。選手たちは藁が積まれた壁に囲まれたリングで殴り合います。上半身は裸が多いですが、下はジーパンかジャージにスニーカーといういでたち。まさに映画のファイトクラブを実写にしたような本物のストリートファイトを格闘技イベントにしてしまいました。試合が始まると、両者は間合いを探りつつ、イズがパンチを放ち、カハノフがカウンターを狙う展開に。そして細かいパンチを当てていくイズ。すると、ラウンド終了間際、イズがストレートをヒットさせダウンを奪います。カハノフは立ち上がりますが、ここで1ラウンド終了のゴング。1ラウンド優勢に終えたイズ。2ラウンドもカハノフのパンチを華麗にかわし、余裕がありそうに見えます。しかし、その余裕は長くは続きませんでした。カハノフの鋭いカウンターをもらい、ふらつくイズ。そして、ストレートを打ってきたイズに左クロスを合わせ、ぐらついたところに、追撃のフックが顎にクリーンヒットしてダウン。あまりの強烈なダウンに、レフェリーはすぐに試合を止めます。やはり素手の殴り合いは、見てるこっちまでゾッとしますね。ヌンサイアーム VS ギヨーム。続いては、ヌンサイアーム VS ギヨームのムエタイの試合です。衝撃の瞬間は、1ラウンド1分過ぎのことです。膝を上げながらガードを下げて近づいてくるギヨームに対して、ヌンサイアームのオーバーハンドがもろにヒット。この一撃にギヨームは転がり落ちるようにダウンを喫します。そしてそのまま足をピンと硬直させ、目を見開いたまま失神。その様子を見たレフェリーは試合をストップ。ヌンサイアームの渾身のオーバーハンドが顎にクリーンヒットしたので、たった一発で終わってしまいました。リッキー・エクランド VS アレン・クラーク。続いては、ディッキー・エクランド VS アレン・クラークの一戦です。アレンをコーナーに詰めるとラッシュをかけるエクランド。アレンは完全に失神していますが、無防備なところに何発も強烈なパンチが打ち込まれ、ようやくレフェリーが止めに入り、ダウンを数えます。ロープに頭をかけたまま動かないアレン。しかし、レフェリーはしばらくカウントを続けます。すると、ドクターがリングに入り、すぐに試合終了。明らかにレフェリーが試合をストップするのが遅いのがわかります。気を失いながら何発も被弾するのは本当に危険なので、このままずっとドクターがリングに入ってこなかったら、最悪の結末になっていたかもしれませんね。畠山貴則 VS パク・ジェウ。最後に紹介するのは、畠山貴則 VS パク・ジェウの試合で起きた衝撃的な KO です。後に2階級制覇する畠山選手ですが、当時はまだ日本タイトルも取っておらず、無敗の7連続 KO 中で対戦を受けてくれる選手がなかなか見つかりませんでした。当時まだ20歳で、試合前のインタビューでは放送できないような物騒な言葉を発言するほど尖り切っていた畠山選手。試合が始まると左フック、右クロスを放っていき、小刻みにステップを踏むなど、スピードではパクを上回ります。すると1ラウンドが終わり2ラウンドのゴングが鳴った直後、駆け足でパクの元に向かうと、右の打ち終わりに左フックがクリーンヒット。左フックを打ってきたパクを迎え撃つ形で、畠山選手の渾身の左フックが見事に炸裂します。体をひねりながら倒れ、足が硬直し、目を見開いているパク。レフェリーはカウントなしで試合をストップします。
2ラウンド15秒、ゴングからあっという間でした。当時はまだそれほど注目が少なかった畠山選手でしたが、この頃から桁外れのパンチ力を兼ね備えていたことがわかります。いかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にも知っていることがあればコメントや高評価で教えてください。ご視聴ありがとうございました。